第5説免疫療法化学療法と同じ全身療法で化学療法が抗がん剤のがん細胞への直接障害作用で効果を発揮するのに対して免疫療法はがんに対する免疫力を強化して間接的にがん細胞の増殖を抑制しようとする方法です免疫療法に使われる薬剤を最近では 生物学的反応就職物質 BRM バイオロジカルレスポンスモディハーともいいます製剤としては BCG 牛型結核菌より製造 o k 百4 3 2溶血性連鎖球菌より製造クレスチンキノコのサルノコシカケカワラタケの抽出物レンチナンキノコのシイタケの抽出物インターフェロンなどが代表的な薬品です 有名な丸山ワクチンも結核菌より抽出された免疫療法の薬です。これらはがんに特異的な免疫力ではなく結核菌や連鎖球菌などの別の細菌に対する免疫力の一部ががんにも有効であることを利用する方法で人食い的免疫療法と言います。一般に丸山ワクチンなどの人食い的免疫製剤は 副作用も少なく安全で、その効果に対する期待も大きいのですが、現在のところは、わずかな例外を除いては、がんの抑制効果は非常に小さいのが実情です。これに対し、最新のバイオテクノロジーを使い、がんに特異的に反応し、結合する抗体、免疫力を有するタンパク質、モノクロナール抗体を生成し、 これに抗がん剤などを結合させてがんを攻撃しようとする治療法を特異的免疫療法といいます。特異的免疫療法では抗がん剤を結合させたがんに特異的な抗体を核弾頭付きミサイルなどと呼んで一時非常に期待されましたが臨床的な効果はわずかしか得られませんでした。また健康人のリンパ球をがん患者に輸血したり がん患者のリンパ玉を取り出して体外で特殊な薬で免疫力を増強してまた患者に戻すような治療法も行われていますこのような免疫療法はある程度の副作用が予想されます治療効果は残念ながら特殊なケースを除いてはほとんどないというしかありません免疫療法は 細菌やウイルスなどの異物が体内に侵入したとき、その異物と正常の細胞との違いを免疫担当細胞が認識して、異物を攻撃する作用を利用する方法です。しかし、がん細胞は正常な細胞との違いがわずかであるため、免疫療法は評価できるほどの効果を上げていないのが実情です。